情報収集官とは、主に電子情報を収集する軍艦。監視記号、アギ、インテリジェンスシップ。シギンとエリンとコミントを行い、主に電子情報の収集といった電子戦を担当する。電子偵察機とほぼ同様の任務を持っているが、艦艇の持つ長期間の監視能力や地表波の収集能力は航空機に勝っている。偵察衛星。 偵察機と連携して他国の情報収集に当たる。非武装の場合も多いが、一国の海軍に属する軍艦であり、海軍軍人の指揮下にある。ただし、実際の運用は情報機関が行っていたり、海軍ではなく情報機関直属の場合もある。また、弾道ミサイル追跡など任務によっては空軍軍人が乗り込む場合もある。平時においても活動し、 敵国のレーダーサイトの電波の到達距離を計測することにより敵国の防空能力をカンパシュル。他国の情報収集艦が自国の沿岸海域に出現した場合、当時国はレーダーサイトの周波数や電波距離などの電子情報を取得するため、その活動を停止する場合が多い。この時、航空機を低空侵入させ、当時国をスクランブルの状態にすることで、 防空能力が暴露される。情報収集艦は、平時から行われる、情報戦の有力なツールである。なお、音響情報収集、アキントを専門に実施する、情報収集艦を音響測定艦といい、海洋観測艦や、測量艦もこれに付随した任務を負う。アメリカ合衆国ソビエト連邦、ロシア、中国、フランス、ドイツ、スウェーデン。ありがとうございます。